お疲れちゃんです。ラッドです。というわけで、今日もね、暮らしロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、僕が思うに、もう極めてしまえば世界で最強なんじゃないかなというか、もう世界最強だと思ってるね、デッキを、使ってやっていきたいなと思います。というわけで、こちらのデッキですね。で、今日もね、もちろんのことゲストをね、お呼びしてるんでね、ぜひね、このね、会話を聞きつつね、見てもらえるといいなと思います。では、滑舌失礼します。コタです。はい。ゲストと言いつつ、僕のチャンネルに2回に1回はね、侵入してくるコタくんなんですけど。はい。よろしくお願いします。はい。というわけで、今日はね、この迫撃デッキを紹介したいと思います。で、迫撃はですね、昔からね、存在してて、はい、同じような、形はね、結構毎回ね、なんかその中身を自由に変えれるっていうのがね、プリンス売り子感はガゴムゲ売り子感が、そうですね、中身をいろいろね変えれるっていうのが唯一ね、唯一というかその大きなメリット。相手に合わせてねスケルトン入れたりとかいろいろね、そのスペルを雪玉にしたりとか変えれるのが大きな強みですね。で、あと一つそのデメリットとしては難しいんですよね。はい。というわけでこちらのデッキ、コタもね、実はね、毎日迫撃だパート16ぐらい今言ってる。16回まで出すっていうね、動画。はい。らしいんでね。でも多分、言っちゃうと、この迫撃ね、ちょっと言いたくないんですけど、言っちゃうと、言わないでいいです。もうなんか分かっちゃってから。視聴者の方でも分かってないかもしれないじゃん。なるほどね。コタがいっぱいこう迫撃の動画出してるけど、実際トロフィーね迫撃で俺の方が上げてるし、実際のところそういうとこですね。ちょっとね、ぜひ僕の方を見てからね、これは皆さんが52判断してください。もういい。はい、というわけで。もうね、迫撃でそのグローバルのね上位にもう毎シーズン上がってる人とかもいるんですけど、安定してもうグロ一桁迫撃でみんな環境変わっても別にねみたいな。そういや、すごいんですよマジで。相手がもうどんなデッキであろうと、例えばもうベビードラトルネウッドとかヤナメウッドのジャイスケラ、ヤナメ雪玉か高回転のジャイスケラとかにも上手い人は勝っちゃうんですよねっていう。結局相手にどれだけウッドザップとかあっても、やりごばギャングアウトローコウモリとかで迫撃を攻めとか防衛とかでうまく使うと、その結局ねどっか1個が間に合わなくて、その1個だけ間に合わないだとうまく対応されちゃうんですけど、そこをもうこううまくもう鬼むずいんですけどなんかね、どんどん苦しくかけて、気づいたら相手のペースみたいなね。これね、リカで竹取って、この間にコウモリを美味しいですね。で、相手はコカちゃんですね。コカちゃんはね、相性がいいんですけど、相性はいいんですけど、まだね、僕の迫撃は完璧に極まりきってはいないところなので、若干難しいところもありますけど、相性はいいです。で、僕的に思うところは、ディガープラス5でね、結構削っていきます。ナイトがいないターンがね、常にファイブがかかる。僕は今回ないと思ってるんで、ファイブアウト、開けていく。エッジすぎんそれ当てるのは。そう、ナイトがいないときに、基本的にね、相手はギャングとか、やっぱそういうユニットで受けてくるんで、そこをディガーファイブで削って、あとは防衛迫撃をして、相手のプリンセスを処理したりとか、そんなイメージですね。なるほど。よいしょ。これ処理できたら美味しいな。強いな。でも相手も回転が速いんで、そこがねちょっと難しいですね。コウモリとか映画店にインデゴカは出せないんで、相手も OK で、ここでウッド来たらギャングがね、これギャングディガーですね。ウッド咲いたんでね、多分ナイトとかで受けれるかな。ディガーの位置、僕はもうちょっとなんかプリンセスを受けれる位置にしとけばよかったな。そしてワンチャンギャングが入ったって感じ、ちょっと若干攻めすぎてるのが怖いところであります。これサイクルがうまいけど危ねえ危ねえ。はい。あとはもうこれ本当にディガー削りしますね。もう攻め迫しても結局通んないんで、よいしょ。これやりごぶるけつつって言って攻め迫します。でインフェかなんか出さして、そうでここにギャング来る。来ないけど、OK。で、ここにナイトが、そう、これ入る。うい、これでかいですね。ほぼほぼ処理できちゃうけど。これに出しけば、多分打たれないと思う、プリンに。相手はね、プリン延命しようとしてないクラスなんかが。あ、だと思いますね。危ない危ない。ワンチャン5が入んない。こういうプリンセスを基本ね、防衛迫撃で処理していきます。相手防衛迫撃を壊すためにね、ちょっと。で、これナイト裂いたんで、で、多分ギャンクも今回ってない。あ、やばい。あ、1匹。まあまあまあ。そう。相手でもプリンセスのタイミングうまいですね。うまい。いっぱいいるんですよね、相手。おー、気合いで打った。気合いで打った、ナイス。これちょっと確実性を求めてね。安全に。よいしょ。これタルーで。ちゃんとね、あと枯渇相手には最近の枯渇使い、これみんなね、横にずらしてくるんですよね。嫌だね。バレロ。そしたら、真ん中の位置にタルババ転がしたときに、1体だけね、残るんですよね。1体に殴られちゃうんですよね。だからそれをよく見て、タルババ転がす位置も真ん中か横かっていうのを、しっかりね、見極めないと、痛い目に遭います、ね。1匹がちがもうめっちゃ持ってくるんで。そう、これですね。これ左側に来てるんで、これ左側にちゃんとね、転がして、気づいたらもう672。次のファイボで終わりますね。で、防衛破棄を一定っていう。まあ、インキャンって感じなんですけど、これで、まあ、勝てるんで。勝てばすべて王手みたいなね。リが飛ばして、よし、てかもうファイボ期限内ですね。終わりと。よいしょ、終わりですね。で、内側ですね。マジでタワーの内側の、はい。手前の内側。に出すのを結構お勧めします。なぜかというと、逆サイとか相手がギャングとか、まあ、ギャングディガーとかなるじゃないですか。そこは相手がプリンセスとかでね、処理しようとしてきたところをプリンのタゲを取ったりね、その真ん中に例えば、マスケットが出たりとか、例えばあと他アウトローとか出てきた時になんか全部寄ってくれるんですよね。タゲをディガーに取ってくれて結構ラッキーダメージがいっぱい入ったりとか、そういうことがあるんでね。リガー手前の内側はちょっとおすすめですね。なるほど。で、この方は30神使いの方ですね。まあ30使いかわかんないですけど、今は。わかんないですね、これは。まあ、リガー飛ばしつつ、雪玉来るかな、タルババ一応来る。雪玉回ってないですね。確かに。というわけで、ちょっとね、ちょっかい出します。はい、これ。まあ30紙っぽいですけどね。30紙説。うん。説はありますね。なんか普通の工場のなんか、30紙っぽいですね。はい、これがいかが700ですね。で、多分、ウッド系は普通30紙デッキにあんまウッドは入んないんで、そうですね。あ、これでも。お、入る。ガーグがいい。これでもダックプリも割いてたんで、ギャング追加していいですね。雪玉も書いてるからね。そうですね。これディガーがね、このディガーがめっちゃ入るんです。あと迫撃も。いや、このダメージはでかいですね。でかいですね。で、ゴボリがある30子は比較的にエリクサーポンプが入ってないっていう。なるほど。やっぱ30子からは違いますね。若干ね、僕も30子使うんで、30子のその嫌なことが分かりますね。というわけで、ガンガン攻略して、おー、いくね。で、これまたアウトローで延命したいですね。相手は有能かダックプリか。これ壊れる瞬間がおお、なるほどね。これはまあコウモリで逆サイ軽くやりつつ、だからここの後ろダックプリで多分やってくると思うんだよな。なるほど。俺的ね。お左もゴリバを転がして押してあげる。そう、左もね、防衛させるイメージです。結構入ってる。まあこれちょっと許容します。この一発はね。やり方がやって。ちょっとこれ今5打つの。遅れちゃいましたね。キングラ5打ってきたかったですね。まあここまでね、右852のデッカがいいかなって感じかな。あれはまあタルババでね、防衛できるんでね。迫撃範囲でかいですね。そうなんだよな、マジ。で、有能系にギャング出しつつ、まあこれぐらいでも十分ですね。あとはダメージ受けてないんで、ほとんど許容できるんで、このガールがね、あとやっぱタルババで処理できないっていうので、攻め役していきますね。よいしょ。まあ、リガー飛ばしてリガー飛ばすと見せかけて一回飛ばさないけど飛ばします。飛ばさないと結構飛ばしたね。雪玉サイクか、まあコウモリも追加して。いやらしい。で、最強アウトローですね。これまあアウトローがやっぱ相手によってすごい輝くっていうのはでかいですね。ダクリとかもね、半分しっかり受け入れるのが強いよね。これちょっといっぱいいたんで楽にファイブボーイしましたね。こう裏だったら読まれるかもですね。読まれやすいですね、そう、裏は。裏になんか飛ばしちゃうもんね。そう、あとつい出してきた時に裏にユニット出しちゃうんで、裏はあんま出さない方がいいですね。よいしょ。おー、アウトロー強いですね、やっぱ。そうなんですよね。で、これもチャンスですよ。これ逆サイ無視していい？この逆サイなんか全然無視して、相手雪玉を割いてるんで、今、イケイケどんどんですね。イケイケどんどん。あ、でもこれ、迫撃入って、まあ、グッドゲームと。まあ、こういうね、相性がいい、相手がね、結構はっきりしてて、まあ、相性が悪いのも結構、なんだろう、その、勝てれる。結構勝てます。で、その、もうね、ベビドラとか、まあこのデッキからしたら結構きついんですけど、もうそういう相手に勝てた時にもう最高の気分になりますね。なんかね、他のデッキ使ってて勝ったら勝った当たりなんですけど、このデッキ使ってて勝ったらもう気持ちよすぎて、すごくねって感じが、そう、うわ今の俺すげえやってなって無駄な快感をね得ることができますね。これはね、初手これてかゴーレム展開されたら逆サイ戦の迫はしないですね。その後半だったらいいんですけど、前半しちゃうと守れないんですよね。そう、守れないんですね。全部無視されちゃってね、そうなんですよ。古虫くんの可能性高いんで、こういうのは結構古虫されて1本折れないんですよね、実は。そうなんですよね。そう、きついんですよね、意外と。今アウトローでしっかり受けていく、うわー、攻め取るね。ガールだ、攻め取るね。ちょっと辛いんですよね。そう、あー、でもガールがこう生きるともう世界変わりますよ。またガール1匹ね、火力バカみたいに強いんで。オッケーオッケーオッケー。おー、いい防衛。これ狭くしていいタイミングだったな。なぜなら相手はゴーレム、ダクネ、ベビー、トルネ、メガゴ。今これでゴーレムあったな。まあでも一回な、ここは相手がゴーレ出してからの迫撃は良くないんですけど、自分の迫撃にゴーレを出してもらうのは全然いいですね。いい延命するけどロリバばっか食うかなって思いたくない。相手が呪文何持ってるかもね、気になるか。いや、これね、もうちょっとうまく延命できたな。アウトローとか使ってもよかったっすね。ドリンガングね、ガンバー強すぎて全員倒したんですよね。ここ一回逆振って、基本的にゴーレムもアウトローと迫撃で守りたいですね。理想ですけど、まあ、あとは後衛のベビーがなんかアウトローボーイを殴ってる時にコウモリで処理するみたいな。ダクネが若干うざいんですよね。そう、ダクネが結構うざいんですよね。ハイボゲし抜きはコウモリ生きちゃって、でトレネでまとめられる時用にタルババ出しといて。おお、うまい。これがガーグシンで、ガーグシンがこのベビーがね、このベビーがね、あげも川がちゃんと変わってる。そう、ベビーがちょっと厄介なんですよね。ランバーが事故るのだけは防ぐために確実にね、安全にディガード受けていきます。よいしょ。うべい、うわー、これな、マジこれ2周目アウトロー回します。なるほど。ベンザがやってたと思うんだよな。ベンザー、いや、これはね、全然。で、これ逆サイを攻めたいですね、一回。一回逆サイプレッシャーかけて。リガープラスの何かってあるが手に相手処理しないとダメなんで、相手、これちょっと、ゴーレも溶かさないとちょっと危ない。相手さっきトルネード使ったんで、攻めトルネードができない。確かにね。やばい、待って、やばい、待ってよ。俺こういう初手これいつもに最近聞いてください。もう5例の勝率鬼あったんだよな、俺。あ、やばい、ベビーが強いんですよね。いや、マジベビー強い。ベビーガンバーちょっとね下手でしたね、僕が今は。でもゴーレムはちょっとね、マジで立ち回り確立されてたんだよな、マジで。この辺ゴーレム結構当たったんですけど、そう、これだ、ゴレとかゴレに、そうリッパー今日ははいや、ちょっとね、これ相手にねちょっと取る高いゴレだったんでね、ちょっとね一回ゴーレムねこれ見て最後ね学んで終わりたいなと思いますね。勉強させてもらいます。ドボリア軍がちょいがそうだけどな。そうね、若干だるいんですけど、とりあえずセパからのとりあえずね、様子見でリガー飛ばしつつ、はい。で、これちょっと僕の受けがね、まあ、5ボリ来て、これ5ボで多分こうしますね。この時点でもう5レって分かってます。そう、もう5レって分かりますね。で、5レ展開して、迫撃は攻めに使わずに、他のねディガープラス小物、ディガーだけだと無視されるんですよ、相手に、うん、ディガープラス小物で絶対無視させない状況で防衛させて、でこんな感じでアウトローでしっかり守ってあげて、そうっすね、ガールを延命していく。そうですね、ガールは絶対大事ですね。なるほど、よいしょ。でここ一回多分置いて受けから行きつつ、よいしょ。うおー、なんかでもやりゴブからディガーからのコウモリっていうこのおしゃれな順番でねでコウモリが生きしてる、うん、あでここ攻略してんだな。おここで確実にダメージ発生で、しかもここで逆サイもプレッシャーかける。でもゴーレムが止まらないように見えるんだけど、いやうま俺この試合マジでうまいね。なんか綺麗に守れてる。さっきと全然違うんだけどな、なんかねめっちゃイケイケどんどんして、なんかやっぱ逆サイに振るのがすごい大事っぽいんですよね。でこのベビドラをね、そのベビドラやっぱ早めにコウモリ出しちゃうとなんかベビの気まぐれで殴られちゃうんで、確実にベビが迫撃かアウトロボーイ殴ってる時にかタワーを殴らしてから、殴るっていうね。やっぱこれだね、そうアウトローやりゴブギャング全セパからの逆サイ D がからの2周目アウトロー。おいやこの試合見るとめっちゃ余裕で勝ってるんですよね。ずっとペース握ってる感じがすごい、ね、ああもうちょっと逆サイを攻め切りたかったですね、僕的には。逆サイ戦コウモリリガーか毎回トウゲかベビコか逆サイはでっかいなと思ってよかったね、まあ、そんな感じでちょっとね迫撃を結構仕上げたいと思ってるんで、はいはいはい、まあこれ全然まだまだなんでね、まあ、リーグでねいつか多分登場するかもなんでね、ぜひお楽しみにというわけで、今日はねこんな感じで終わりにしたいと思います。よければね、はい、チャンネル登録と高評価もねよろしくお願いしますって、最近ねちょっとまともなデッキしか出してないんで、おもうちょっとね変態デッキをやっぱラットといえばね変態デッキ遊びのね、まあその親衛隊、最近親衛隊がちょっと増えてます環境なんで、親衛隊デッキをねもうちょい出したいなと思います。はい、はい、というわけでコタチャンネル概要欄貼っておきます。ではバイバイ。